こんにちは。インスタグラムと引き寄せの専門家の田尻彩子です。今日はですね、ペルソナ設定の話を別の動画でしたんですが、このペルソナの人にですね、響くようなプロフィールの書き方、これは商品のプロフィールにも書けると、使えると思うんですけど、についてちょっとお話をしたいと思います。で、ペルソナ設定を、してもらって、この人がターゲット、この人に対して、貢献するというふうに決めたらですね、今度、この人の、悩みをですね、20個ぐらい書き出してもらうんですよ。で、悩みとか、あと痛みとかですね、苦しんでることとかをできるだけたくさん書き出すんですよね。で、今度はこの人たちに自分が提供できるベネフィットを20個ぐらい書き出してください。で、それを、書き出してもらって、で、今度その、提供するベネフィットによって相手の方がどんな風に人生がより良くなるかっていうのを書き出してもらう方でですね。で、その例えば案内ページをこう LP みたいなのを作るとしたら、こんなことに悩んでませんかって。で、こういうふうに解決できます、その後こうなりますっていう、こうページを、それをヒントに書けるわけなんですよ。で、あとはですね、こういった方法も一つなんですけれども、もう一個すごくいいのが、他社ですね、同じ種類の、サービスを提供する人で、同業他社の人が作ってる、LP を見るのが一番効果的で、で、自分のビジネスのキーワードで Google とかで検索したら、大体上の方に広告って書いてるの出てくると思うんですよ。で、もう本当にプロが作った、コピーライティングが分かる人が作ったものってすごく参考になるので、なので、そこの、LP の悩みとか、どういうふうになるかとかですね、そういうのをちょっとモデリングして、作ってもらうのもいいですし、あと、今2つ目ですね、自分でこうベネフィットとかを書き出す方法、LP を使う方法と、あとは、Amazon ですね、また Amazon のサイトで自分のキーワードを検索して、本がずらーって書籍のところで出てくるとしますよね。で、そしたら、その本の、レビューとかを見てもらうんですよ。で、できるだけ、レビューが多いものを見てもらって、で、生のリアルな声が聞けるんですよね、それって。こういうことで悩んだって言ってたけど、こういうことが分かりましたとか。で、そういうのを参考にして、自分の、プロフィールですね。こういう悩みを持ってる方にこういうことを提供できますとか、そういう生の声を参考に自分の、ビジネス、その商品自体を、そっちにこう合わせる形にしてもいいですし、ので、そういうのをこう参考にしてもらって、自分の、プロフィールですね。こういう悩みがある人に対して、こういうことができます。で、こういうふうになりますとか。で、そのために例えば何をこう使いますとかですね。そういう、こう、プロフィール、自分のプロフィールとか商品プロフィールっていうのを、作れると思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。